内部活動の全局配信が始まって、すごいネット上では話題に、大きな話題になっているんあ、ですけありがど、とうございます。はい。これはもうすべてのアルバム、杉山さんがリマスタリング。そうですね。最終的にそうなりました。なるほど。結構昔の音源とかもあるし、準備っていうのは、リマスターの準備っていうのは大変だったんじゃないですか。大変、もっと簡単だと思ってたのも、本音なんですけど、それが、そうか、さん、こんなにあんのか、時間は、と、合計の時間も多分540分ぐらいあるんですね。なんか、それに、じゃあ、今度は、エフェクトをかけていくとか、まあ、マスタリングのための、かけていくとか、その違いを聞いていくとかいう作業を考えたら、まあ、2、3週間で終わるんだろうなと思ったところが、多分、丸4ヶ月ぐらいかかったかな。リマスタリング、今回このリマスタリング作業に入るにあたっはて、い。杉山さんの中になんかコンセプトっていうか、当時はちょっと目指したところまで到達できてなくて、今回は到達したいみたいな、なんかありました？いろいろ揺れ動きました。この時はもちろん全部のアルバム納得して出してるんですけど、メンバーとともども、もちろん技術的に足んないこともありましたけど、それの最初目指したりもしたんですね。それで、いや、ここは本当はこうしたかったはずだとかいうのをやってみたりもいろいろしたんですけど、そのコンセプトで言うべきかは、今の機材で鳴らしたらこうなるだろうっていうところを目指して、何かこう大きく形変えてやろうとかっていう気持ちっていうのは、最終的には全部なくなっていきましたね。トライしたり、あ、こんなに変えることできんだよなとかっていうのをいろいろ見つけたりもしたんですけど、まあ、技術的に言うと、いつも僕が最近ではその必ず通っているそのマスターチェーンありますよね。そのマスターチェーンに通った状態、つまり今の枠組みの中に入るっていうためのマスターチェーンですけど、そのマスターチェーンを通して昔の音源を出してくると。その時にレベル調整とかそういうのはありますけど、基本的にはそのままのものが出てくるつもりではやっていました。あと今回のこのアルバム、ファンは大喜びだと思うんですけど、アルバム、ボーナストラックが結構どのアルバムも何曲入っていて、これはオリジナルトラックとのつなぎというか、多分このSpotify とかでもずっと頭から通して聞く人が多いと思うので、ボーナストラックに変わった途端、入った途端、音質面とか音量面とか変わってしまう、その辺の気遣いというか処理ってのはどんな感じですか？もちろん変わってしまっているのも、あるとは思うんですけど、基本的にまあ、それもいろんな意見もいろいろな人に聞いてみて、いや、変わってもまあボーナストラックなんでとか、それでもあんまりこう違和感を感じるようなのはなるべく避けたいなと思って、まあ、その音源的にもそういうセレクトをしたし、他にも残ってたり、ちょっと状態の悪いカセットも珍しい音源はあったんですけど、それはちょっと今回は出さないでおこうということを決めたりはしましたけど、まあ、ライブ音源とそのデモテープの音源ですね。デモっていうか、まあ、リリースはしてないっていう意味でスタジオで撮ったものと、あとはライブで、まあ、ライブの方は思いのほか苦労はしなかったっていうのは実感でしたね。今から見てもらおうと思うんですけど、プラグイン的にはたくさんかかってはいますが、そういう音源をちょうど選べたりとか、本当はもっといっぱいライブがあったはずなんですけど、それもなかなか発掘できなかったりとか、発掘できた中でのいいテイクを選んでのボーナストラックにはなってます。これ90年代初頭のクラブクワトロだとか、京都ミューズだとかでのこれ音源です。これってどういったフォーマットとか、どういったあれで残っていたんですか？基本的に DAT ですね。 DAT がもう一応いろんなとこにあるけど、まあ多分僕持ってったかな、持っていったか、持っていかなきゃ DAT で取れなかったかっていうようなギリギリの時代で、途中からはもう据え置きの DAT があるんで、これでテープだけ持っていけば取れるっていうのが、まあ、ライブの、その日の記録用にカセットから DAT に切り替わったぐらいでしたね。なんで DAT は割といくつか無事に残ってたっていうのがあって、それもまあゴミのように扱わずにこの箱に入れていつかは聞くだろうと、まあ、もしくはもっと老後になってから楽しんで聞こうと思って残してたものが生きたというのが今回のそのダットテイクでした。いや、レコーディング時はもうこれ、リリースのこととか特に考えてなくて、とりあえず記録用として取っといたと思って。全くそうですね。その頃はそういうダットで出すという概念すらもなかった、まあ、海賊版
みたいなこと以外にはなかったし、本当にライブ版出すっていうんだったらやっぱりちゃんとその時からあのマルチトラックで中継車でこう撮って後でミックスするっていうのが基本だったんで、その時に撮ってるのはもちろんあの完全な記録用でしたね。はい、そうでこの当時あの歓喜の頃は、ちょうどナブカツのツイッターであの書いてるようにいろんな楽器を使ってた時期で、で特にあの変わった楽器をライブでも使ってたんですね。でそれがこの画像のバラホンですね。この下はこれひょうたんなんですよね。共鳴させる部分がひょうたんでできているそのアフリカのこのマリンバみたいなやつ、これを、まあ、まこれが同じ写真じゃないですけどウェブから引っ張ってきましたが、これのもっと小型のやつがちょうど手に入ったんで、それを使ってライブやったりとか、であとはシロフォンですね、ザイロフォンというのかシロフォンとか、そのシロフォン、これソナーのシロフォンなんですけど、教育用のシロフォン、これも楽器屋で見つけてすごい可愛かったし音良かったしピッチも正確だしというので、あの当時あのバンドのメンバーがお金出し合って買ってましたねこれ。でそれを使ってじゃあライブやろうと、レコーディングではファーストの時はスタジオに置いてある本当の大きなマリンバ使ってたんですけど、セカンド以降はこれも使ったかな、こういった楽器とかを本当にライブで使ってたんですね。でそういうのも、はい、あのボーナストラックの時にはあの変わった楽器使うっていうのもあのぜひあの知ってほしかったの でそういうのも選んだ理由の一つだったですね、あの時 あのボーナストラックを選ぶっていう。当時3ピースのロックバンド、うんうんうん、ナーブカッツがこういったいわゆるちょっと変わった楽器を取り入れたこれきっかけっていうのはこれ何だったの？やっぱり3ピースバンドっていうのをちょっといろいろとあの制限がたくさんある、制限のおかげで3ピースのロックバンドがかっこいいものが生まれる場合もあるんですが、それが長く続けようとするといろいろなあの壁に当たるというのは当時からメンバーにも聞かされてたし、じゃあどうしようかっていう時にじゃあいろんな楽器自分で弾いてみたらいいんじゃないのとかって、まあ例えばそのバラホンとかは僕があの楽器屋で見つけたら買ってきてこれやってみるとかっていうのを多くやってましたね。であのこの次の聴かせる曲も変わった弦楽器も見つけて買ってこれ使いなよとかっていうのをあのプロデューサーを名のもとに自分がその音聞きたいから買ってくるっていうようなことがその当時とても多かったと思います。打楽器も含めそういうのあのたくさん使って、それによって多分なんかこういろんな可能性が広がったというふうに感じているっていうのをレコーディングの時に言ってもらったりはしてましたね。でこれがそのまさにバラフォンとマリンバとあとアコギを使った京都ミューズホールの太陽の思い出ライブなんですけど、当時 MC で言ってて面白くて今でも覚えてたのがバラフォン、日本初のバラフォン叩き語りって言ってましたけど、あの前山口さんがバラフォン叩いてまあコーラスというか最後にメインボーカルも取りますけど叩き語りっていうのがちょっとおもろかったなと思ったのをあの聞くたびに思い出してあのニヤニヤしてましたけど、これですね、これがそのライブダットをコピーしてきて、まあ、セッションデータをこれ 88.2 でやって、まあ、あのそれは何度も言ってるようにプラグインのかかりが違うと思うので 88.2 をベースにエフェクトしたものを、ここが今このいっぱい開いてるプラグインはこれどちらかマスターセクションというよりもこの2ミックスバスみたいな感じであのここでこの音を作っていく、作ったものに対してリバーブまでかかって、これはリバーブトラックでかかったりすると、でその中の一つにこうサブハーモニックも用意してるんですけど、まあ、今回の曲には使ってない、あの次の曲でまた見せますが、今回はこういった感じでマスターバスとかかったツーミックスでエフェクトもやったものがこう最終的にここのいつも使っているあのマスターセクション、今度こそマスターエフェクトに通ると。組み合わせ自体はまあいつもと一緒ですね、このハードウェアインサートでこれもインフレーターも通って、さらに最後にこれですねワイズの MM1 が通ると、というこれはまあ前のアンドレッドワルドと同じセットですね。というかこれが基本的に最初あの他のアルバムにもアルバムというかアルバムのリマスタリングにも全部この最後はこのセクションが通るというのはあの姿勢は変わってないです。それが先ほど言った
全部の枠組みを決めるというつもりでやったというのがこの部分ですね。でその前のじゃあこの2ミックスダット記録用とはいえ、まあ、あのボリュームをガーンと上げて聞くとなかなかいい音取れてるなと思いながら、あのそのままでボリューム上げようかなと思ったりしたんですけど、あのいろんなできることを試したのがこれですね。でこの中のマスターセクションにも、あの2ミックスバストセクションにもこういったインフレーターかかって、特にこれとこれですね、まあいつもの BB と、まあ、あとはマグネティック、この辺がこの広域とかの倍音の具合を調整していると。でこれは EQ、まあ、いつも使ってるやつですね、ボーカルとかで。それもこの 1.5K を上げたいがだけ、このほんの一目盛り上げるだけですね。でさらにキャラクター、このレベルが、まあ、今回のこの曲にはこれぐらいであったと。で次の曲になるとまたこのレベル変わるので、その変わった具合見ててくれると分かりやすいかと思います。でさらにいつもの2ミックスバスにはほとんど出てきたことないこのバイタライザーですね、これがどんな風に変わるかっていうのが、あの聞いてもらおうと思うんですけど、この中でも一番気に入ってるポイントというのは、あのこのここですね、小さいけど見えます、皆さん、ステレオエクスパンダー、この本家があるんです、バイタライザーの。これはこのチューブモデルってなってるんですけど、チューブじゃないモデルっていうのはその昔からハードウェアもすごいよく使ってて、あの今でも実は使ってるんですけど、この奥ぐらいにあるんですが、あの2ミックスでかけた時にこのステレオエクスパンダー使うと、こうまあ普通の2ミックスからギューって回すと、もう逆位相を足していって、要するにスピーカーの外に音が出ていくみたいな、まあ他のあとエジソンとかもそんなのかな、バイあのベリンガーの、だからそういった要するにスミックスのステレオイメージをこうって広げる、あの S1 もそう、ウェーブスのそういったことができるハードウェアがあったんですね。それのまあプラグイン版なんですけど、それをこのこれぐらい、これぐらいでもまあほんの少し広がるぐらいなんですが、もうこれ前回にやるともうどこかなってんのぐらいになるんですが、こういった位相を変えるものもここでかけてます。でこういったのが全部、まあどういった方向でかけてるかっていうと、あの基本的にはライブの会場のこのダットなんですけど、このダットは多分そのライブの会場でその時のボリュームをバーンってかけると多分響きも合わせてバッチリのバランスになってるんですが、それを要するにオーディエンスを撮ってたりしないわけで、あのライブダットなんで、あの記録ダットなんで、イメージを再現するためにはこういったいろんなエフェクトをかけなきゃいけないんだと、そういうところを考えていろんなのを試していきました。基本的にはあの元に戻るわけなんかないんで、その場所にね、なんだけど戻ってるかのようにそこにいたわけで、ミックスもしてたわけなんで、あの説明足んなかったかもしれないですけど、このミックスは僕がライブミックスをしてるんです。なのであの今からボーナストラックも全部そうですね、あの残っていた他のライブのミキサーがした記録だったではなくて、まあ、僕が、まあ、レコーディングをした僕がライブの PA もやって、それの時のダットなんで、あの、まあ、責任僕は持てるという意味で、でその時のイメージを思い出すためのプラグインを今度はかけていったと。でそれがあのこういったものなんですけど、まあ、途中で止めるのもなんなので、だんだんと増やしていこうと思います。一番最初はこのマスターだけ取ってるだけなんで、あのほぼ数から始まるんですけど、それが最後にはどんな風になるかっていうのを聞いていってもらえればいいなと思います。じゃあちょっとかけていこうと思います。はい、お願いします。小さなドームには月も
星も夜の闇もない真昼感じになりました。はい、これ先ほどバイタライザー、うん、なんか杉山さんとバイタライザーっていうとなんかソフトバレーの話に出てきたと思うんですけど出しました、ね、これ、はい、いわゆるちょっと位相をいじる、うん、なんかステレオ感イメージを変えちゃうエフェクトですよね。そうですそうです。これを今回のこのライブテイクで使ったっていうのはこのどういった狙いっていうのは、ね、やっぱりこの会場この京都ミューズも、まあ、ものすごいだだっ広いわけじゃないですけど、やっぱりその普通にスタジオなんかよりも広い空間で演奏してるっていう感じを出さなきゃいけないっていう時にライブダットなんで、それこそあれですね、ライン撮りの音で当たり前ですけど、ライン撮りのしょぼいと表現されてしまう音に対して何かこういかにもその場でやったっていうのを先ほど言いましたが、そういったものを作り出さなきゃいけない。本当にその場で聞けないんだったらいかにもそこで
なってたかのようにっていうことを要するにまあバーチャルに作り出さなきゃいけないっていうためのものの一つでしたね。その空間を広げたかったのは。なんかあの記録用に撮っておいたとは思えないミックスですよね、うん、あのレコーディングしたエンジニアがね一緒なのであの自慢のところですあとは特に当時の、まあ、PA の考えで今も違うんでしょうし、今は僕はあのほぼ PA やってないんで、当時はその例えばライン取りの音とかいうのっていうのはもうしょぼい音の代名詞だったんですね。それはちょっと嫌だなと思ってて、例えばせっかくライブの PA でいい音だったとかって思ってライブのライン取りをライン取りと言うんですけど、その当時はライン取りを聞かしたらなんかちょっと音細いよねとかって言われるのがすごく嫌だったんで、分かった、じゃあロルコンした音とカセットとあのカセットもいい音にしたいっていうのが当時の僕が目標があって、なのでそういうふうなチューニングをしていたったのはあるかもしれないです。 FOH の方を、まあ、当時は FOH なんて言葉がなかったですけど、あのスピーカーチューニングを、要するにまあ CD かけたらもう CD、 自分の持ってる CD の音がそのライブ会場で鳴るぐらいにこう音を詰めるようなことまでしたり、もしくは自分でスピーカーを選べるときにはそういったスピーカーを選ぶようにする、あのサブローをドーンと豊かに出すとかではなくて、十分必要なツーミックスになるようなスピーカーチューニングすることが最終的にはそのライン取りの音までも良くなるというか、普段スタジオで撮ってる音と変わらない音になるべくしたいっていうのが当時から思ってたので、自慢話ですけどあのそんなのがあって、それがちょっと構想したのかなとは思ってはいます。あの杉山さん、スタジオのプロダクションですと、うん、はい、あのプロテルズミックスの時にアビット先生のヒートというのがよく使われてますけど、はいはい、うん、あれは一般にはこうデジタル DAW ミックスにこうアナログミックスのフィールみたいなあの、うんうん、サチュレーション感を加えるプラグインだと思うんですけれど、うんうん、プラグインでプロセッサーだと思うんですけど、うんうん、今回このキャラクターだとかマグネティック、うん、結構似た系の、これはあのライブミックスでこういうサチュレーション系をプラグインを使うって、これどういった狙いから？あ、これはライブミックスっていうか、まあ、そのライン取りという意味で使ってて、あのこれ実は今回もヒートは使ってます。今見えてます？ヒート入ってて、このライン取りの音には入ってると、はい、なるほど、なるほど。なんで、キャラクターと確かにその倍音の動かすという意味では同じ部類ってしてもいいと思うんですが、まあ、求めるところはだいぶ違ったりするし、ライブのテイクに使うっていう理由を考えての答えだとすると、そのライブでいないものに対して、ライブでだとその会場で自然に発生するというようなその音の歪みというか、倍音が跳ね返ってきて加わるという意味なんですけど、そういったものとか、もしくはスピーカーを大音量で鳴らしているというPS スピーカーを大音量鳴らしてるっていうところによって生まれてるというものを作り出さなきゃいけないという意味で、そのさっきのヒートはそれも担ってます。それとヒート、キャラクター BB もそうですし、このバイタライゼ広げるっていうのもまあ別の意味ではそうだし、これもテープシミュレーターですもんね。こんなライブではそれこそ使わないかもしれないものを生み出してるのは、全てはそういうその場所にあるかのように、要するにまああれですね、まあ、逆といえば逆ですよね。その例えば、まあ、5.1 にする、広がるために 5.1 にするっていうのと、まあ、ちょっと方向的には反対側向いてしまうんですけど、まあ、でも2ミックスで聞かせる時にはこういったことをすると、あのないものをあるかのように聞かせるためのエフェクトがこんだけですよっていうのがその答えかな。ちょっと別のトラックについてもちょっと伺います、はい、そうですね。今のは京都だったんですけど、今度は金沢で、金沢の時には今度は先ほどのミューズホールの場所 あの PA セットを使ってたのが、そうじゃなくて今度は機材を持ち運べるような、まあ、ミニツアーですけど、小さい多分100人ぐらいのツアーだったと思いますけど、これがねその当時の記録ビデオに残ってた画像をキャプチャーしたんですけど、こうやって PA セットを運ぶことができた時に、あの収録したテイクですね。金沢の東急って書いてますね、高林坊っていう場所にある東急の上にホールがあったんですけど、ホールっていうか、まあそういうスペースでしょうね、そういうとこに機材、これはごめんなさい、あの静岡のビデオなので違うんですが、全く同じ機材をこう車で楽器と一緒に運んでいってやってたと。なかなかに
このビデオを見つけて久しぶりに見た時にはちょっと衝撃受けるあの画質なんですけど、うん、一番上はこれは DN、 これは DN78 これ、はい、あこれはねクオンテックですね。あクオンテック QRS ですね、うん、そうですね、はい、一番下はソニーのこれ DPS のこれ何ですか。これはね使っあ、これ M7 かな ?M7 か、これはたまたまこの時に入ってただけの、あれかもしれないですけど、D7 かもしれない。SPX も使ってますね。で、これは2回目のツアーですね。1回目は多分 M7 はどっかもっと別の場所に積んであると思います。で、これが右側の、あれですね、EAR も昔持ってたんですよね。660。一番下はこれ TC のコーラスとかですか?これはね、これも BB のために穴埋めになってるだけだけど、これが前もソフトバレーの時にあの出てたあれですね、 DC の EQ ですね、1140っていう1140、うん、これとこれのセット、多分このラックは別の時にはソフトバレーのレコーディングにこのまま行ったんでしょうね。で BB はこれはマスターにかかってたかな。でこれは多分ベースかな、うん、基本となるツールは30年杉山さんあまり変わっていない。変わってないです当時から、うん、もちろん買って売ってはいっぱいあるんですけど、好きなものっていうか最終的に残ったのは変わんないかな実は。で先ほどのようにこのバラボンとかこれの使ってるというように同じように、今度は弦楽器変わったのはこのチャランゴとか使ってるんですね。これはでこれなぜわざわざ見せたかっていうと、このチャランゴここにピエゾをガムテープで貼ってるんですけど、このピエゾなかなかいい音するので、それも合わせて聞いてもらいたいんですけど、ピエゾでさらにはこのチャランゴっていうのがここ木ですけど裏がねアルマジロなんですね。これを知らない人のために見せてます。知ってる人は知ってるでしょうけど、しかもこれ当時はまだワシントン条約で禁止されてないので、ヤマハ渋谷店があった時にこれを買ったと思います。これ本物のアルマジロですね。これ耳ですね。今は問題になりそうですね。もう大問題でしょうねそれをこうやって、この要するにこれは僕が欲しかったので買って持って行ったら、これ弾いてとか言って、まあ、チューニングとか僕が一生懸命調べてきて、こうなんだってつった途端に、この飯村さんとかは、あ、いやいいねとかで弾けるんですよね。まあ今もあの素晴らしいギタリストはたくさんいて、さて弾ける人もいるでしょうけど、僕にとってはまあかなり衝撃だった。何でも弦楽器持ってったらすぐに弾けるんだと思って、だから当分はあのギターの人ってみんな弾けるんだと思って、他の新しいバンドとかにやってみたら、あそうでもないんだなっていうのは後々いろいろ発見はあったんですけど、とりあえず飯村さんは他にもマンドリンも渡したらすぐに弾けたりしてましたね。なのでなおかつのレコーディング自体はそうやって僕が買ってきたとかってレコーディングに持っていったら、あじゃあそれ入れようとかっていうのがとても多かったのは、あの面白い思い出の一つです。でこれも実際にライブでやるっていうのがあの今からかける曲なんですけど、これが、新月に入っている、うん、そうですね、あの曲自体あのオリジナルの曲は彼方っていう歓喜っていうアルバムに入ってるんですけど、はい、それのボーナストラックとして12曲目に新月の12曲目に、ね、そうですね、はい、これがそうで、これもじゃあ先ほどと同じようにちょい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 足していこうと思います。でここなんでスペース開けたかというと、あのこれサブハーモニックがこの時には、まあ、量は少ないんですが足されていきます。足してあります。でここもリバーブですね。このキャラクターの違いもさっきのやつに急に戻りますけど、こんな感じでメモリーが違いますよね。こんな風に書いてます、まあ、これはあのライブの会場の違いもありますし、もともと撮った時 あのスピーカーシステムも違うんで、ライブのダットが一定ではないですけど、あの音色が一定ではないのでこうやって変わっていくんだけど、その他はまあほぼ同じみたいな。ここもちょっとレベルが違うかな、ちょっと違いますね。こんな感じでまたさっきと同じように、まあ、これも短い曲なんでやりながらいろいろと音を増やしていこうと思います。その時にこの違いを聞いていってもらえればと思います。じゃあかけていきます。お願いします。
とこんな感じです、はい。まあ、アプローチはもうほぼ変わってはいないし、まあちょっと明るさを変えたりとかはしていますが、もちろんヒートもこれはかかっていますが、これが元の音ですね。なんだけど結局その微調整だけでリバーブも追加したのも合わせて、で結局同じ出したい音に近づけることができたっていうのが、まあ、先ほど言ったその場所にいてミックスしてたのが僕だからっていうのがあると思います。両方とも時期的にはライブの時期的には京都ミューズもこの金沢も近いんですよね。そんなに遠くないはずですね。あ、日付書いてましたよね。あれなっただけ。ありました。91年、90年とか、はい、ですね、うんうん。っていうのがあって、はい、この金沢にはもう一曲、その新月のボーナストラックに入ってるかな、壊れた世界っていう曲があって、はい、それは。まあ、普通の編成っていうと変ですけど、今度はまあガットギターですけど、ガットギターとエキベースとドラムですけど、ガットギターと生ドラムが入るというのがあって、それはこれがこのように見たように何のプラグインの変化もないっていう、要するにその同じライブがこんな音になりますよっていうのを聞いてもらうためにこちらもかけてみようかと思うんですが、要するに設定はリバーブの量すら変わってないで同じだけどこんな風にライブが聞こえますよという意味でかけてみようと思います。お願いします。先ほど、うん、チャランゴの曲からつながって別に何の問題もなくできてるでしょっていうのを聞かせてみようと思ったので、これも全部聞いてもらいました。曲調は曲のスタイルは全然ちょっと違いますけれど、うん、処理としては大きくほとんど変わっていない、うん、そう、実際には何の移動もないと。もちろん移動できるための準備はしてたんですけど、全然このまま通してちゃんとライブになるわとかって思ったのがので、これを聞かせてみた次第でした。